途中から趣味について大塚初めての学校です。しかしあのベンチから見てますとね、はい、やっぱり球が速くてバタバタと三振を取れるようなストッパーだと安心ですよ、ね、そうなんでしょうね、欲しいんでしょうね、打たせて取るタイプっていうのはやっぱりストッパーとしては、佐々木のようにですね、あれぐらいのストッパーがいますとね、もうベンチ勝ち越したら左打ちはですよ。そうでしょうね。中継は引き続き映像でご覧いただきます。あらかじめ守備位置深めにしていましたが、どうか、あーっと落としました。三塁までいっている。ルーキーの柴原、1点を追う第40、思ってもないチャンス。8回裏センターオーバーのスリーベースヒット、大塚に出ました。一度はグラブに収めたこの回から守りに入っている柴原ですが、ジャングルをしてボールを落としました。その間に三塁、この大塚に代わって代走奈良原、ワンアウトランナー三塁、バッターボックスラストバッターセカンド高木、スクイズしてでも追いつきたいところですね。内野前進、変化球を落とす、いいところ来ますからね、はい、さあその意味は、奈良原に変えた意味はここで出るかどうか。ノーストライクワンボール、国防前、あ、振ってきます。はい、バットを寝かせる素振りはありません。ピッチャーはスピードをやられていけないから、こういう場面では早く追い込むことなんですよね。はい、パターンとツーストライクでも取られますと、もう何もできなくなります。ということは次の球が非常に大きなポイントになってきます。高木博之、ファールです。と放ちました。そしてその裏、大塚のセンターオーバーのスリーベースヒット、今代走奈良原になっていますが、ワンアウトランナー3塁、トゥルーから、ここで、あーっとこれが失敗、スクイズ失敗。3回していますが、ホークスが1回成功させています。詰まった当たり、どうかどうかどうか、ずっと前進前進、取ってきた、フェアです。3塁ランナーホームイン